はい、こんにちは。今日はね、投擲機作っていきたいと思います。まあ、何かを飛ばす装置の総称なんだけど、主に石とか爆弾とか飛ばす武器として使われますね。今回は前回使ったシーソーの仕組みを利用したものを作っていきます。前回テコの力で、まあ飛ぶというか上に跳ねるところまでは動作確認できてるんだけど、これを前に飛ばす形で設計を考えてみます。前回の分をまだご覧になられてない方は、後でそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、では行ってみましょう。ということで、まず動力の向きを変えるにはどうしたらいいかよくわからなかったので、ググってみたんだけど、ベルクランク機構ってのがあって、それを見よう見まねで作ってみました。この L 字型の部品が勝利の鍵みたいなんだけど、なんとなく真似して作ってみたところまではいいとして、これだと水平の位置が変わるだけで、向こうを下げたらこっちが上がるはずなので、力の向きは変わってないような気がしますね。何か間違ったような気もするんだけど、せっかく作ったのでとりあえず動かしてみましょう。やっぱり上に飛ぶだけですね。おかしいな、どこで間違ったんだろう。で、しばらく悩んでたんだけど、もっぺんベルクランク機構の説明をじっくり見てみたら、間違いに気づきました。ということで、改良版を作っていきます。要は支点の位置を間違ってて、今回の場合だと力の向きを90度変えたいから、 L 字の真ん中にベアリングをつけないといけないですね。で、これ作りながら、なんか前にもこんなの作ったような気がするなーって思ってたんだけど、小麦燃料の回で後ろに映ってるこいつですね。ただ作中では一切触れてないから誰も気にしてないと思うんだけど、こいつテコ式種まき機の失敗作です。動かしても全然負けないんだよね。とはいえ、下に引っ張る力をちゃんと前に向けるところまではできてて、この時はベルクランク機構とか知らなかったんだけど、自力で作ってるあたり天才ですかね。まあでもさっぱり忘れてたから、やっぱバカですね。まあそんなことを思いながら作っていきます。人が乗る部分は単純にまっすぐ作ると傾いて落ちちゃうので、水平を保てるようにベアリングをつけときます。よし、完成。その辺に転がってた 0.6kg の石を飛ばしてみましょう。 GO! あれ?今変なところから折れましたね。乗り方が悪かったのかと思ったんだけど、乗ってない状態でも同じように壊れますね。ここからしばらく悩みながら原因を探ってたんだけど、固定するときにちょっとベアリングをひねっちゃってたみたいです。解除したときに謎のベアリングパワーが発生して壊れたみたいですね。固定をやり直したら普通に動くようになりました。気を取り直して、おりゃ
あー、全然飛ばないですね。石を置く部分の調整も微妙に難しくて、緩すぎると何もしなくても落ちちゃったり、がっちりしすぎると飛ばなかったりしますね。転がり落ちないギリギリのラインが多分一番いいんじゃないかな。今度こそと、あ、飛んだ。その辺には転がってないっぽいので、飛んだとは思うんだけど、ちょっと見えないですね。探しに行ってきます。お、ありました。結構遠くに飛んでますね。というか、とりあえず同じ重さの 0.6 キロの石はあったんだけど、たまたま転がってた別のやつかもしれないので、念のためやる前のデータに戻って何も転がってないことを確認しました。なので、ちゃんと飛んだのは間違いないはずなんだけど、せっかくなのでもっぺんやってみましょう。おりゃ、うん、プレイ中は飛んでる様子は目視では確認できなかったんだけど、さっきの位置に石が転がってるのでちゃんと飛んでますね。ちょっと角度を変えてみると、録画でちゃんと飛んでることが確認できました。上に上がりすぎてるような感じがあるので、発射台の角度とかを変えたりするともっと前に飛んでくれそうな気がしますね。とはいえ、基本的な構造としてはちゃんと前に飛ぶものが作れたので、今回はこれでよしとしましょう。ということで、今回は小石を飛ばしただけなんだけど、武器として使うことを考えて改良するとすると、力点の延長によるテコの強力化、作用点の角度調整、装置全体の耐久度の向上ってなあたりですかね。で、これもちろん例えば100キロの石を単純に積んだりするとパワーは上がるんだけど、それやると重りとして落ちてきた100キロの石をまた上に移動させないといけないんだよね。それに対して今回の装置の最大のメリットは、体重を利用していることで自分が動くだけで再利用できるってところですね。で、今回形としては投擲機というものを作ったんだけど、前回確認した体重を利用した可動装置と、今回確認した力の向きの変更、これでね、自分が移動することで重い武器をぶん回せるっていうことができるんじゃないかなってなことも考えているので、また何か作れたら見せびらかしたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。